今日は虎ノ門にあるアンダーズ東京に泊まりに行きます。宿泊者はプールが使えるということなので荷物が若干多めです。行ってきます。銀座線虎ノ門駅から日比谷線虎ノ門ヒルズ駅につながる道です。 B2 出口の手前にそのホテルがある建物のフロントがありますね。以前打ち合わせで1回カフェを利用したことがあるんですけど、アンダーズ東京はねちょっと入り口が分かりにくいんですよね。ちょっと現在地が分からないからということで地上に出てきました。今の B2 から上がってきたのはビジネスタワーという方なんですけど、あっちですね、このオレンジの旗のとこから入れば迷わず済みそうです。めでたい装飾がなされてます。エレベーターには1階とロビー階の51階のボタンしかないですね。ここでいいのかな。こんにちは。47階の4731のお部屋でございます。はい、こちら鍵でございます。はい、47階のエレベーターホールに降りてきました。どっちかな、私の部屋短い方の廊下だったみたいです。ここですね、4731。入ってみましょう。こんにちは、ファイナンシャルプランナーの風呂内彩です。というわけで今日私は港区の保養所の取り組みの一環としてアンダーズ東京に宿泊しに来ました。今日のお部屋は窓から景観を見る限りおそらく、パークビューと呼ばれる、皇居の外苑が見える部屋とか、東京タワービューと呼ばれる東京タワーが目の前に見えるお部屋ではなくて一番リーズナブルなお部屋に、宿泊できるという形になったみたいですね。で、そのリーズナブルなお部屋は予約をしたタイミングで普通に公式サイトから予約をすると4万円前後で宿泊ができるというような内容でした。あとでちょっと数字は表にきちんとまとめようと思うんですけれども、港区の保養所の場合は1人1万円ちょっとぐらいで宿泊できると。で、今回夫婦2人で宿泊するので2万円ちょっとで、4万円前後のお部屋に泊まれるという形ですね。朝食付きになっています。ちょっと今回の内容というのは特別な感じはするんですけれども今回だと1月から3月に予約ができるという内容なんですけれども、意外と自治体とかあと健康保険会社の健康保険に入られている方は健康保険の持ってる保養所とかでお得に旅ができる可能性があります。勤務先もそうですし配偶者とか意外に友達を一人ぐらいは連れていくことができるというような、制度が整っている会社もありますので、自治体とか自分が加入している健康保険の、福利厚生として保養所が使えたり、あるいは旅行に出かけた時に1泊5000円手当が出るというようなケースもあったりしますので、健康保険や自治体の保養所や、福利厚生などをチェックしてみると、お得に旅が楽しめるきっかけになるかもしれません。以上、FE 小話でした。では、ルームツアーしてみます。入り口入ってすぐ、左手に荷物を置くスペースがあって、もう一歩進むと、お風呂場、洗面台。その奥がさっきお手洗いでしたね。
で、それをこのままくるっと回るとここに何かアートがありまして、まっすぐ前見るとミニバーのコーナー、ミニバーのコーナーの隣にもちょっとしたアートがあります。このまままっすぐ進むとメインの教室という形ですね。メインの教室はこんな感じです。入り口戻ってきて、荷物置き場に来ました。荷物置き場はここがマークを見るとアイロンですね。アイロンとかランドリーをお願いする場合の袋とかがあります。そして水玉の浴衣ですかね、とスリッパ、荷物置きがあって、もうハンガーも超潤沢ですね。木の立派な丸みのあるハンガーが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 1人5本、そして布のハンガーが1人2本で、上にバスローブがありますね。で、ここの真ん中が抜けていて、タオル類、このあれですよね、バスソルトは意外とあったりなかったりするので、あるタイプのホテルですね。ありがたい。そしてこの箱をガバッと開けると、おお、危ない、アメニティが積み木のように積み上がっています。そっと置く。で、お風呂場ですね。お風呂場は押すのかな、押します。お、かわいい、丸っこい感じのお風呂場になってますね。で、シャワー、雨レインシャワーもありますね。レインシャワーとハンドシャワーで、洗面台はウッドデッキになってて、ちょっともう手洗いうがいしちゃったんでちょっと使ってますけれども、後ろを向くとお手洗いという形ですね。ミニバーもチェックしておきましょうか。ミニバーはネスプレッソとお水とお茶があって、ここの上をカパッと開けると冷蔵庫ですね。で、冷蔵庫を開けるといろいろビールやジュースが入ってます。アンダーズ東京さんは珍しくお酒以外もソフトドリンクだったら無料みたいです。ちなみにビールは880円、ワインは、あ、違う、梅酒ですね、梅酒は1650円とかっていう価格帯ですね。なので、このオレンジジュースとか午後の紅茶とか緑茶とかは無料でいただけます。そしてさらにスナック類も無料でいただけるらしいんですよね。下を開けるとチョコレートとかおかきとか入ってますけど、このあたりのスナック類も無料でいただけるそうです。すごい。寝室の部分は今回50平米のお部屋なんですけれども、いろんな方の動画を見ていて狭いんじゃないかなという心配をしてたんですけれども、どうなんでしょうね。確かに寝室単体で見ると広くないような気もするんですけど、まあ、大きなデスクがあったりとか、あとそのサニタリーのエリアですかね、お手洗いとか洗面のエリアとかが広々してるので、意外と、あ、なんか思ってたより広いなというのが正直な感想です。結構のびのびと過ごせそうな印象ですね。ブラインドはここでこのボタンで自動で開けられるみたいなんですよね。ブラインドを開けた景観はこんな感じです。新宿の方向が見えるみたいですね。大倉の新館も目の前です。
かりでソフトドリンクを飲むのは24時間無料でできるそうです。アートツアーということで、ロビー階の51階にあるいろんな作品について教えていただきました。楽しかった。アートツアーの次は夜景を見学するツアーに参加します。すごい、東京タワーがめちゃくちゃ近い。どうやらこのフロアはイベントごとが、結婚式とかお花見アフタヌーンティーとかイベントごとがある時だけ上がってこられるフロアなんだそうです。よかった、ツアーに参加しておいて。バータイムということでおビールをいただきました。ローストビーフとほうれん草のキッシュだそうです。うん、極楽。なんとかの宿りの背景が変わってます。わー、東京タワーすごい。東京タワーがめっちゃ綺麗です。えらいことになってます。そして左を向くとレインボーブリッジ、キラキラしてる。今回私はパジャマを持ってきましたが、浴衣かワンピースかの確認です。まあ帯がついてますからね、浴衣だと思いますが、広げたものがこちら浴衣ですね。そしてスリッパも同じ柄で、和柄で可愛らしいです。ルームサービスを頼みました。クラブサンドイッチとおにぎりセット2段ですね。をお願いしてみました。いただきます。クレンジングや基礎化粧品のアメニティは言ったらいただけるのかもしれないんですけど、ちょっと最初からは置いてないみたいなので、今日はもう手持ちで持ってきた分を使おうと思います。朝の6時過ぎです。今からプールに行ってこようと思います。客室が47階から51階なんですけど、プールとかあとサウナもあるみたいなんですけど、37階だそうです。で、水着を着てバスローブとスリッパで直接降りられるそうなんですね。あんまりこういうホテルで服を着ずに、ちゃんとした服を着ずに客室を出るってないので、新鮮な感じがします。行ってきます。帰ってきたらもうすっかり明るくなってますね。六本木ヒルズの向こうに富士山が見えてます。お台場から見るのよりも大きい。いやー、いい景色。メニューはこちらから選びます。右手あたりにスカイツリーが見えてますね。あのあたりは皇居かな。
とは別にビュッフェが選べますが、私はひとまず第一陣これを取ってきました。メインのクロワッサンのエッグベネディクトです。美味しそう。第二陣はチョコレートがかかったワッフルとパイナップルをいただいてきました。そしてコーヒーも。ごちそうさまです。ごちそうさまです。映りようがないっていう、映りようがない高さアンダーズ東京最高でした。もうなんか見るとこやることがたくさんありすぎて2泊はしたいと思いました。名残惜しい。ありがとうございました。